上森平は、中華人民共和国の囲碁騎士、河北省新県出身、現代中国のプロ騎士制度の第一号であり、1982年に三人目の球団となる。1980から90年代の中国の代表的騎士であり、世界最強騎士の一人でもあった。高照明八段は、元夫人、日本騎員のーブンは実施、中国学校域協会副主席、 中国金技術顧問。新洋史に生まれ、全国科学技術協会に勤める、父の転勤で翌年北京に移る。父が友人と打っているのを見て、ごを覚え、文化グルの囲碁クラブにも通い、9歳の時には、人気副総理とも対局する。この頃に、張福谷指示その後神の広しか、か、聖、かあさ飛発に学ぶ。また本因坊よしえの内ち語を並べて大きく、 影響された。1965年には13歳で、全国少年少女囲碁大会児童の部で優勝。文革では、国立交渉の農場に加放され、その後北京に戻される。1975年に、全国個人戦で優勝。1974年の日中囲碁交流で、放中した宮本直樹に勝ち、初めて日本の球団に勝利。 1976年には中国代表団の一員として来日し、石田義雄、藤沢秀幸に勝利。1979年、以後で最初の本格的な世界選手権である、世界アマチュア囲碁選手権戦の第1回に中国代表として出場、優勝して初代王者となる。1982年、中国のプロ棋士制度の発足とともにプロ棋士となり、 陳素徳、五少将と共に球団に認定され、以後新体育配保科の中国の国内タイトル戦で多数の優勝を飾った。1984年から始まった日本と中国の勝ち抜き対抗戦、日中スーパー以後では、第1回から10回まで首相として出場し、第1回に3人抜き、第2回5人抜き、第3回1人抜きと9連勝し、下馬評では不利と言われていた。 中国の三連勝を導いた。第四回にも二人抜き後に、羽根政球団に敗れて、連勝は11で止まったが、鉄のゴールキーパーと呼ばれて、中国の国民的英雄となり、この功績により1988年3月26日に、中国学校域協会から、規制の称号を授与された。1985年、米国において、 国交のない韓国の総訓練と2番勝負を行い、1勝1敗とした。1989年、第1回王正規杯世界プロ囲碁選手権戦では、決勝まで進み、総訓練に敗れて、準優勝に終わったが、世界トップの実力を印象づけた。またこれらの国際的活躍により、中国国内における囲碁の社会的地位の向上にも、大きく寄与した。 1990年には、中国十大傑出青年に選出される。1993年、全国体育大会の囲碁団体戦で、北京チーム首相として初優勝。中国が小域高級リーグ戦では2000年に、北京大砲、2001から6年には、騎手英子チームの首相として出場。その間の2002年に、李昌光ら韓国人騎士を加えた他チームに対抗して、 日本の騎士を加えることを強く要望し、中国が小域高級リーグでは、初の日本からの参加者である、林美穂が、騎士ウェイスチームで出場した。2009年から北京城を守る平良道場チームを、率いて、オつきゅリーグに出場し1位。2010年は、暗記寧国姿勢チーム監督。1980年、高彰明と結婚し、一志向例文を設ける。 91年離婚して、人民解放軍政治部下劇委員の歌手、王生と結婚、2000年に離婚して、1年に再婚。2014年、小学4年生の孫が、日本第35回少年少女委員を大会出場、予選で、山下慶吾球団の一人息子を破り、7位入賞。習近平中国共産党総書記とは、北京十五中学からの友人で、 上司は、文革中のある事件を改装する際に、習近平氏、人民解放軍少将の劉守兵氏との3人で、北京25中学の三平と言われていたことに、触れている。弟子に古字から、柿吉、段嘘、小野明、判定玉などがいる。国際棋戦国内棋戦、鉄のゴールキーパー1987年、第2回日中スーパー以後第17局、大竹秀夫、 上森平上は第十三局から四人抜きして日本首相の大竹秀夫との決戦となった。先番上は右辺黒いを捨て石にして中央を厚く打ち進め九十七手目に下辺黒一の打ち込みから黒十一以下またこの石を捨て石にして中央の白石を攻めて優勢を確立した。三百二十手間黒二目半勝ち。はこの後に勝って五人抜きで 中国勝利。第1回の3人抜き、第3回も首相戦勝利して、計9人抜きで中国3連勝の立役者となった。ありがとうございます。